2026年の FIFA ワールドカップアジア二次予選を戦う日本代表のメンバーが今日発表され、サンフレッチェ広島から大迫圭介選手、川村拓夢選手が選ばれました。2人のコメントが届いています。またここから日本代表の守護神に上り詰めるために、一日一日しっかりとアピールしていければと思います。広島で出しているパフォーマンスをそのままいつも通り出すことが自分に求められていることだと思いますし、いつも通り自分らしくアグレッシブなプレースタイルでゴールを守っていければと思います。ワールドカップの予選というのは初めてなので、はい、もうすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。攻守にわたってまあ、いいプレーができてたと思うので、まあ、そこはやっぱ評価してもらったので、まあ、代表でもしっかりそういったところを出したいなと思います。前の試合では森保日本代表監督が見守る中で好セーブをした大迫選手、そして新スタ初ゴールを挙げた川村選手が日本代表に選ばれて、馬場さん、こう新スタジアムで羽ばたく2人が今度日の丸を背負って活躍するっていうの楽しみですね。いや本当ですね。またなんかより一層羽ばたいてくれそうですよね。はい、2人の活躍期待したいと思います。 FIFA ワールドカップアジア二次予選の日本対北朝鮮は今月21日広島テレビでも生中継します。ご覧ください。